もうさ、昔にこれもうぐしゃぐしゃだよ、家の中さ。え、なにここ、え、なにここ、笑ってる、おばあちゃん。でもあの笑い声なんかおかしい気がする。え、もう笑い声どころか家の中がなんかおかしいよ。もうめっちゃもう回ってるもん、時計とか。こーねー、こーねー、あー、こーねー。え、なんか首持ってる。そういう手品あるよね。え、あー、あー、コロネー、コーネー、ちょっと見回るって言ったじゃん。ごめんごめん、ごめん、なんでそんなとこ行くんだよ。ごめんね、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 どうよ、ね、びっくりしちゃったね。もう、何これ、やだ。頑張れる、あとは頑張れないけど。そっか。そっかじゃないけど。おい、おい、コロネ、コロネ、連れてかれた、コロネが、あ、あ、あ、なになに、いやー、ちょっと待って、やめて、いけない、歩けない、あコーネ、コーネ、あー、どういうこと？え、女の子今透けたよね。うん。ね、ねえ。おばあちゃんたちどこにいたの？あ、近い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 。近いよ。近い。近いって。相当近い。
かいこれ。引きずり込まれた。え、これは、あ、今なんて、あ、石になっちゃった。すいませんでした。大丈夫ミオちゃん。もう放心状態だけどミオちゃん。え、どういうこと、どうしてそうなったん？なんで？は？え？逆に書いてある。本当だ。ファッタス。いいわかおみ、いいわかおみ。ゲームマガジン。あ、いろいろね。あ、なるほど。ね、スタッフだね。スタッフさんだね。スタッフというか、まあいろいろ使い、まこれで作らせていただきましたよってやつですね。そうだね。うん、いいわかおみ。どうなっちゃったんだろう。主人公のミオシャン？うん。もう連れてかれちゃったよ。ええ！バッドエンド？バッドエンドだね。ええ！連れてかれちゃったもんだって。救済エンドはないの？なんかうち見逃したりとかしたの？ううん。大丈夫。ミオシャンのせいじゃないから。あんまり自分を責めないで。え？大丈夫だから。あ、帽子が。はあ。もうダメだったんだよ、最初から。